ボーイング707トランスワールド航空のボーイング707から300ボーイング707はアメリカのボーイング社が開発した4発式のジェット旅客機。1950年代初頭に原型機の367から80の開発が開始され、胴体直径の拡大といった解説計を経て1958年に路線就航した。 ダグラス DC-8 やコンベア880と並ぶ第一世代ジェット旅客機を代表する機種であり、ボーイングの 7X7 シリーズの始祖でもある。1950年代後期、世界の民間航空業界における大型ジェット旅客機の商業的優位性を決定づけた航空士に残る歴史的機体である。ジェットエンジンの高出力を活かして、機体大型化と、 速度向上を図り、それ以前の大型レシプロプロペラ旅客機をはるかに、量がする定員100名超の輸送力と、マッハ0.89の快速を両立させた。また、主翼化のポッドに吊り下げて装備した、エンジン、座席を、どのような間隔で配置しても窓なしの座席が、生じないように小さく多数並べたキャビン窓という、以後のジェット旅客機の基本的なスタイルを確立した。 その高い完成度から、世界各国の民間航空会社のほか、政府、軍の公用機としても広く採用され、1991年までの長期にわたって1000機以上が生産される、商業的成功を収めた。また、派生系のボーイング720も開発されたほか、胴体設計の流用で、中型3発ジェット機727、 小型総発ジェット機737をも生み出す母体となったことは特筆される。707に始まる一連のジェット旅客機シリーズの成功で、ボーイング社は、その後半世紀以上にわたり世界的な旅客機メーカーとしての地方を固めることに成功した。ボーイング367から8 7 0 7の原型機は367から80である。 第2次世界大戦後に完成した爆撃機 B-47 で大型ジェット機の基本型を確立したボーイングはアメリカ空軍発の大型ジェット輸送機として採用されることを見込んで1940年代後半から自社資金でジェット輸送機の開発に着手し1954年に原型機367から80を初飛行させたパイオニアに 付きものの初期トラブルを克服した後、東西冷戦下における急激なジェット爆撃機の普及に伴い当時需要が切迫していた空中給油機仕様の KC-135 として、まず大量発注を受けた。ボーイング707のコックピットボーイング707の生産3号機、ボーイングは367から80を開発中の1952年4月に、 367から80の胴体直径を6インチ拡大した旅客型の開発を開始した。なおこれは、ボーイングとしては、プロペラ機である377以来の大型旅客機、かつ初めてのジェット旅客機の開発となったが、これは、航空会社からの発注も受けていない,いわば見切り、発射であった。しかし、ファントリップ率いるパンアメリカン航空は、 即座に20機を正式発注した。パンアメリカン航空は、イギリスのデハビランド DH-106 コメットマーク1を発注していたものの、コメット連続墜落事故を受けて生産が中止していた。ために代替機となる、ジェット旅客機の早期導入を希望していたのであった。また、初期のコメットは、航続距離が短く、旅客定員も、ダグラス DC-6 や、 DC-7C、ロッキードコインステレーション等の従来のプロペラ機と同等かそれ以下であったが、その一方で高速性のみならず快適性もジェット機は、プロペラ機の比ではないことが明らかになり、航空会社からは、過渡的なターボプロップ機より、むしろ、本格的なジェット旅客機の登場が待たれるようになっていた。乗客数も、巡航速度も、 標準的なプロペラ機の約2倍、初期型コメットと比較しても輸送力、速力とも大幅に量がした、ボーイングの新型ジェット旅客機は、コメットマーク1の自己調査で得られた教訓を取り入れ入念な、安全対策が図られた。さらに、アドバイザーとして、チャールズ・リンドバーグを招聘し、 はじめから大西洋無着陸横断が可能な仕様で設計され、デビュー前から圧倒的な人気を誇り、パンアメリカン航空の正式発注を皮切りに、アメリカン航空やエールフランス、バリグブラジル航空など世界各国の航空会社から多数の注文を受けた。また、アメリカ政府に対する影響力を要するボーイングが FAA に対する政治力を発揮して、 対策改良型コメットマーク4に対する対空照明再発行を先延ばし、し続けさせたとも言われており、その間に十分な開発期間が確保された。しかしながら、最初に発注したパンアメリカン航空は、ボーイングが大型旅客機の開発経験が少ないこと、さらに直近に開発した大型レシプロ旅客機の377が、事故。 故障の多発する問題が多い機材であったこともあり、万が一開発に失敗した時の保険として、ライバルのダグラス DC-8 も25機発注していた。なお、ボーイング社では当初、新型ジェット旅客機のネームを700と計画していたが、広告代理店からイメージ戦略のアドバイスを受けた。 営業部門の意見で700番台の発形式であるにもかかわらず700から706を飛ばして7を2つ含んだ707のネームが与えられた。以後、ボーイングのジェット輸送機は基本的に 7X7 のネームを与えられることになり、その伝統は半世紀以上にわたって継続している。パンアメリカン航空のボーイング707から120。 トランスワールド航空のボーイング707から131エアインディアのボーイング707の458その後は順調に開発が進みデハビランド DH-106 コメットマーク1の初就航に遅れること6年ソ連のツポレフツ -104 の就航に遅れること2年の1958年10月26日パンアメリカン航空のニューヨークパリセンに就航した より小型で、航続距離も少ないデハビランド DH-106 コメットや、ツポレフツ -104 には遅れを取ったものの、ライバルのダグラス DC-8 に先立つこと1年弱、コンベア880に先立つこと1年であった。デハビランドコメットやツ -104、10シュドカラベル等のヨーロッパ勢に先行された707だったが、 その長距離艦船用旅客機としての進歩的コンセプトと6列座席配置を可能とした絶大な輸送力は世界の主要航空会社から期待された次世代機材の具現化でありその後の運用と競争では大きくリードした1958年10月4日にコメットマーク4が大西洋路線にようやく再就航した時には707の進む空は マジカの情勢であって、実際に、世界のほとんどの航空会社は、ジェット輸送機でも、最初期の機体の改良型である、コメットマーク4ではなく、より大型の707や DC-8 などの、新世代ジェット機を選択した。パンアメリカン航空に次いで、トランスワールド航空や英国海外航空、ノースウェスト航空などでも導入され、その多くが、 太平洋や大西洋横断路線、アメリカ大陸横断路線などの長距離かつ、需要の大きい路線に投入された。その結果、すでに鉄道の旅客シェアを航空が大幅に脱出しつつあったアメリカ国内はもとより、大陸間を移動する遊投客のほとんどが短期間で、航空利用に転移するに至った。1950年代に至るまで、クイーンメリーや、 ユナイテッドステーツなどのオーシャンライナーが大きなシェアを占めていた大西洋横断航路やアメリカンプレジデントラインズ、日本郵船、大阪商船等が運航していた太平洋横断定期航路は旅客収益が急激に悪化した。特に大西洋横断航路への影響は大きく、1969年に 大西洋横断航路に就航したクイーンエリザベスにはクイーンメリーよりも経済性を配慮して小型化し他の航路にも投入できる設計とされた海運会社各社も収益構造を変えるためアメリカンプレジデントラインズのように旅客事業から撤退し貨物事業へ集中する会社が続出したまた造船業界は貨物船が中心の業態へと変化するなど 19世紀から続いた長距離定期旅客船の時代に終止符が打たれることになった。707就航当時に懸念された燃費も旺盛な旅客需要で相殺されることが分かり、さらに改良型が相次いで投入されたことで燃費も向上し、1960年代に入るとアメリカ国内の航空会社のみならず、アジアやヨーロッパ、 南アメリカやアフリカなど世界各国の多くのフラッグキャリアの主力長距離路線に就航した。1960年代から1970年代にかけて、ライバルのコンベア880やビッカース VC-10、さらにダグラス DC-8 が生産中止となり、またより大型のマクドネルダグラス DC-10 やロッキード L-1011 などが、 新たに就航する中、707は1970年に、就航した大型長距離用機のボーイング747から中型短距離用機材のボーイング727とボーイング737に至る、ボーイングのジェット旅客機のラインナップの中核として、その後も順調に受注数を伸ばした。さらに、派生機種で、中、 短距離向けのボーイング720が開発されたほか、機種、胴体構造は、部分的に、ボーイング727やボーイング737型機にも、流用された。なお長胴型が、相次いで開発された、ダグラス DC-8 とは異なり、主脚が短いことやより大型のボーイング747が存在したこと、そして1970年代に入ると後継機となる、 セミワイドボディ250隻級のボーイング767の開発が始まったことなどから長胴型は開発されなかった。民間型は中長距離向けの後継新型機であるボーイング767とボーイング757型機の生産本格化に伴い1982年に生産終了した。 その後も生産が続けられた軍用型が1991年に生産終了されるまでの33年間に民間型と軍用型を含めると1010 10機が製造される歴史的ベストセラー機としての記録を残した。大型ジェット旅客機の初女作にしてベストセラーになった707はレシプロ機時代に旅客機分野での存在感が希薄であったボーイングを 21世紀初頭には、世界のジェット旅客機販売における半分以上のシェアを占めるまでに成長させる原動力となった。サーハー航空のボーイング7071980年代、中半頃より、ボーイング767や、エアバス A310 などの新世代機の導入や、老朽化、欧米、日本などの先進諸国を中心とした、 騒音規制の強化の影響を受けて多くが引退した。民間ではダグラス DC-8 のように CFM56 にエンジンを変換して使用するケースはほぼなかった。しかし使い勝手の良いサイズや信頼性の高さからエンジンや広報装置を中心とした幾度かの近代化回収を経て1号機の就航から60年以上を経過した現在も数機が 貨物型に改装され利用されている。イランのサーハー航空は、事故で全損する2019年に1月まで、火客便として運行しており、ボーイング707を旅客運航した最後の航空会社となった。他には、アメリカ空軍やイスラエル空軍、イラン空軍をはじめとする世界中の空軍、政府で、軍用型への回収機が使用されている。 これら軍用型にはエンジンを低騒音対策型に、乾燥したアップデート版がも含まれる。パンアメリカン航空のボーイング707から120型、ブラニフ航空のボーイング707から220型最初に作られ、パンアメリカン航空に納入された707が、プラットホイットニーのターボジェットエンジン、JT3C 型を搭載したマイナス120である。当初、 707では、そうだに、油圧式ではなく、人力による、操縦装置を採用していた。すでにボーイングでは、B-47 型爆撃機において、油圧式の操縦装置を採用しており、技術的には抗体とも見られるが、油圧式の採用は安全性を確保するために、装置の二重化や見え化などが必要となることから、旅客機という商品においては、 人力式の方が、保守性、信頼性とも優れており、コスト的にも有利と考えられたからである。しかし、実際に、航空会社への引き渡しが開始されると、操縦訓練での事故が多発した。片側のエンジンが2つ停止した状態では、必要な操舵力を人力では賄えなかったのである。また、垂直尾翼の大きさが、不足気味で、 ダッチロールが発生する事象も指摘された。垂直尾翼と方向打の面積を拡大することで改善可能であったが、そのようにすると人力相打では火事機器不足がさらに顕著になる。その後、これらの欠点は油圧式操縦装置の採用と垂直尾翼、方向打の面積拡大により改良され、その知識は後のマイナス320の設計時でも活かされた。 燃費が悪く航続距離が短かったため、大西洋横断飛行を行う場合は、アイルランドのシャノンやカナダのガンダー、グースベイなどに、給油のため1、2回着陸せねばならず、せっかくのスピードを存分に活かすことができなかった。編集として、当時から長距離路線を多く運航していた、オーストラリアのカンタス航空の要望により、航続距離延長を目的に胴体を短縮したタイプ。 マイナス138がある。後にエンジンを JT3D ターボファンエンジンに換装された120バイトも登場し他社に転籍した後も1980年代初頭まで活躍した。マイナス120の機体に JT3C 型エンジンのパワーアップ版の JT4A 型を搭載したのがマイナス220である。 燃費効率が悪く航空会社からの評判が悪かったため、わずか5機がブラニフ航空に納入されたにとどまった。エールフランスのボーイング707-320、インターコンチネンタル、英国海外航空のボーイング707-436と、コメットマーク4-220の胴体と翼を延長し、搭載量を増した発展型で燃料搭載量が増加し、 後続距離が伸びたことを誇示するために、インターコンチの愛称が付けられた。この愛称はボーイング747から8で、再度使用されている。マイナス 322P&W 製のターボファンエンジン、JT3D-3B 型を搭載したのがマイナス 320B である。ターボファン化により、燃費が大幅に向上し、後続距離が伸びたため、 東京モスクワ間ノンストップ飛行や、編成風などの天候条件が揃い搭載量の制限を行えば、太平洋無着陸飛行も可能になった。320バイトの価格混載型がマイナス 320C である。後に、より強力な JT3D-7 を搭載するタイプも登場した。マイナス 320K をベースに、イギリス製のターボファニエンジン。 ロールスロイス・コンウェイマーク508型を搭載したのがマイナス420である。コメット4に代わる長距離用機材として開発されていたものの開発が遅延していたイギリス製のビッカース VC-10 やコメットの代替機を欲していた英国海外航空の依頼によって開発された。英国海外航空の他にもルフトハンザやバリグブラジル航空 LR 航空に導入されたほか、エアインディアなどのイギリス連邦諸国の航空会社で使用された。なお、英国海外航空では、イギリス製のロールスロイスエンジンであることを、誇示するために、広告などにおいて、ボーイング707ではなく、ロールスロイス707と表記されていた。エンジンを、高バイパス比、低騒音型の CFM56 に換装した機体、 ボーイング757との競合を避けるため、試作のみに終わり実現しなかったが、このエンジン乾燥は、同系列の軍用機である E-3 や KC-135 などに取り入れられた。一方、ライバル機であるダグラス DC-8 は、1972年に生産を終了していたものの、1980年代に、 CFM56 へのエンジン乾燥を正式採用しており、結果として707よりも多く民間機として現役に止まることになった。ボーイング 707RE エンジンを低騒音型のプラットホイットに JT8D-219 に乾燥した機体。 JT8D-219 は CFM56 の半分のコストで乾燥できるとされ E-8 や NATO の E-3 の乾燥用エンジンとして提案されているウェスタン航空のボーイング720から 047B707 から020とも呼ばれる当時まだターボプロップ機やレシプロ機が主流を占めていたアメリカ国内線やヨーロッパ域内線などの 高需要路線を中心とした短、中距離路線への就航を狙って開発されたバージョンで、カンタス航空の要求で開発した707から138をもとに、マイナス120の胴体を2.54メートル縮め、少なくなったペイロードと燃料搭載量に対応して軽量化したものである。主翼前縁内側の形状を変更して、空力も改善されている。 1960年6月に、形式証明を得て、翌7月に、ユナイテッド航空により初就航し、後に、JT3D 型エンジンに換装された720バイトも、登場した。同様のコンセプトで開発されたコンベアの CV-880、や同、同 CV-990 などと競合し、イースタン航空、ウエスタン航空などに導入されたが、間もなく、 同規模のキャパシティを持つ727やダグラス DC-9 等のより本格的で効率の良い本格的な短・中距離向けジェット機が1960年代中盤に就航したため、154機と少数の生産で終わった。また、貨物型や価格両用型は作られなかった。アジアでは、パキスタン国際航空やサウジアラビア航空、大韓航空などが導入し、 大韓航空は日本乗り入れにも使用した。またベトナム戦争に従軍するアメリカ軍将兵の輸送用にチャーターされた機材がモノクラスに換装されアメリカ本土のトラビス空軍基地から横田基地へのノンストップシャトルビンに使用された。アメリカ空軍の軍用機として火器のような機体が製作された。他にもドイツ空軍、イタリア空軍、チリ空軍、 ブラジル空軍、南アフリカ空軍など、世界中の空軍や政府で採用されており、新造機を購入した国もいるものの航空会社から大量に放出されたこともあって中古機を購入した国が多い。長距離輸送機としてだけでなく空中給油機や資銀と、機など特殊任務用に改造されたものも多い。 しかし老朽化が進んでいることもあり、2000年代以降は数を減らしつつある。イラン空軍は、イラン革命前にボーイング707を空中給油機として導入した。現在でも運用されているとみられ、一部は空中給油装備を取り外して、上述のサーハー航空で運航されていた。イスラエル空軍は1960年代より、 ボーイング377型機をベースとした輸送機、電子戦機、空中給油機などの運用を行っており、1970年代にボーイング707型機への更新を行ってから、現在も第120飛行隊において運用を続けている。イスラエル空軍の空中給油機は、KC-707 と呼称され、独自開発した遠隔操作式のフライングブームを備え、 キャビン内には追加の燃料タンクを搭載している。フォークランド紛争中、アルゼンチン空軍は、航続距離の長いボーイング707輸送機を、イギリス機動部隊に対する養生紹介、作的活動に使用し、1982年4月21日23日には、イギリス機動部隊への直接に成功したが、いずれも、母艦を発進したイギリス海軍の主ハリアーによる、 対去措置がなされたことから、アルゼンチン空軍はボーイング707による策的活動を中止した。チリ空軍は LM-2075 ファルコン早期警戒レーダーを備えた EB-707 コンドルと呼称される改造機を早期警戒機として運用している。一般のマスコミなどでよく混同されるが、KC-135 と C-135 は707の原型機である367から80をベースにしており、胴体の直径もやや小さいなど、厳密には707とは別の機種である。中華人民共和国の上海航空機製造会社が、中国民港にあった707を無断で分解調査し、デッドコピーした模造機 Y-10。10 上海を1970年代に制作した。ボーイングはすでに型落ちとなっていた707のコピーを事実上目認し、Y-10 は2機が製造され飛行にも成功したが、量産には至らなかった。開発計画が立ったのは中華人民共和国と欧米の関係が悪化していた時代であったが、 その後、欧米との関係修復が進み、自国内で生産するより、欧米の航空機を買った方が、ずっと安くなってしまったためである。アメリカン航空のボーイング707から320回英国海外航空の、ボーイング707の436、バリグブラジル航空のボーイング707の320シーカンタス航空のボーイング707から138型。 羽田空港に着陸する、キャセイパシフィック航空のボーイング707日本、航空は、国際線用のジェット旅客機としてダグラス DC。DC-8 を選択したため、ボーイング707を導入しなかったが、日本には、パンアメリカン航空、ノースウエスト航空や、バリグブラジル航空、キャセイパシフィック航空、エアインディア、トマ、レバノン航空、ルフトハンザドイツ航空、 カンタス航空など多くの日本国外の航空会社が日本路線にボーイング707を就航させ1990年代まで定期就航していた。また東京オリンピック開催時には多くのボーイング707が特別機として乗り入れたほか現在に至るまで多くの機材が政府専用機として乗り入れている。なおエールフランスが日本航空とともに 東京国際空港オルリー空港間に共同運航便を運航していたことから、1960年代前半にエールフランスのボーイング707に日本航空のロゴを入れ、客室乗務員を乗務させ、道路線を運航していた。エールフランスの FBJCM はリース会社経由で、ミネベア航空が購入しかも機きとしたが、 DC-10 への入れ替えで売却され、E-8 のベース機となった。ありがとうございます。